YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。九州キャンピングカーショー特別企画ということで、一連の九州キャンピングカーショーの特別企画でございます。九州キャンピングカーショーの、少し前にですね、九州入りしまして、九州にあるキャンピングカー屋さんを取材しながら、徐々に、九州キャンピングカーショーの会場であるグランメッセ熊本に行くという企画でございます。本日僕がいますのが熊本県にありますホワイトトップさん。早速ではございますが、本日のゲストご登場いただきたいと思います。ホワイトトップの池本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、だんだん YouTube 慣れてきました。おかげさまで。いや、ちょっと今回贅沢にですね、はい、池本さんに直々に、はい、いやとんでもございません。ちょっとこのお車ご紹介いただきたいなと思いますので、はい、まずちょっとお車のお名前からご紹介お願いします。はい、はい、こちらのお車がアジサシという車両になってまいります。はい、このアジサシという名前なんですけれども、うちが、鳥の名前で全て車の名前を統一しているんですけれども、アジサシというのが、つがいの渡り鳥になります。ですので、まあ、ご夫婦お二人で、まあ、いろんなところに遊びに行っていただけるようにという思いで作った車両になります。なるほど。はい、で、このアジサシが2代目アジサシとなっております。あ、はいはい。もともと先代の私の父ですねが作った、車を、コンセプトだけ引き継いで2代目アジサシというものを作ったモデルになっています。じゃあ、アジサシがさらに進化して、はい、今この車になっているということでございますね。はい、で、このアジサシというお車なんですが、はい、まあ、バンコンの中でも結構特殊なレイアウトというか、そうですね、はい、というふうに伺ってますので、はい、いいですか、早速。はい、ありがとうございます。じゃあ中よろしくお願いします。ということで、はい、こちらがアジサシの室内なんですけれども、はい、まずこのエントランスの前のここのダイネットの部分から、はい、全然違いますね。そうですね、やっぱり前向き座席を、持たずに L 型のダイネットとすることで結構広い開放感のある作りになっております。さっきお話ありましたけれども、はい、まあ、つがいの渡り鳥が、はい、この車の名前の由来になっているということで、はい、まあ、基本はこう2人旅をメインに、そうですね、される方に向けてということで、はいはい、一応横向きで定員を取ってはいるんですけれども、基本的には前にお二人に乗っていただくというのがコンセプトになっております。そうですね、はい、でこの L 字のこのダイネットっていうんですかね、はい、かなり面白くて、はい、なんていうんですか、広さが十二分にあるし、はい、こうご飯食べたりとか、はい、ゆったりするのにもいいですよね。そうですね、ハイエースってどうしてもそのいろいろつけてしまうと限られた空間になってしまいますので、はいはい、どうしても狭苦しさが出てくるんですけど、それを極力排除したものになります。しかもこの車、はい、収納力もいろいろあったりもするので、はい、ありがとうございます。そういった意味でもね、旅もしながらちょっと収納が気になるっていう方にも向けて、はいはい、いいお車なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あと今僕たちが座ってるここのダイネットのところも、はい、まあ、エキストラのベッドというか、はい、いうふうにもなるんですよね。そうですね、はい、今ちょっとこのベッド展開も合わせていいですか、はい、していただいても。はい、しました。そのまま、はい、お願いします。はい、はい、お願いします。はい、まずこのテーブルを下ろします。はい、次にこちらを引き出していただきまして、この肘掛けの部分ですね、あと背もたれの部分、簡単、こちらをこのように展開していただくと1m70の長さのベッドは作ることができます。ちなみに今ちょっと横になっていただいてもいいですか。はい、すいません、せっかくなのでサイズ感もこういう形で、はいはい、まあ、男性でも寝られるし、ちょっと私が小さめですけど、あ、いえいえいえ、はい、はい、
あのお子様とかもね、こっちでこうお子様が寝るとか、そうですね、例えばお孫さんがこのところで寝るのも面白いですよね。そうですね、はい、あと冬寒い時はくっついて寝ていただければいいですし、夏暑い時は別々に寝ていただくということも可能になります。そういうこともできますもんね、はい、ありがとうございます。じゃああとはここの入り口のところに冷蔵庫があって、はい、こちらが引き出し式の冷蔵庫になっております。はい、これやっぱ横にしたのにも意味があるんですよね。そうですね、やはり縦向きの冷蔵庫だとどうしても圧迫感が出てしまいますので、まあ、デッドスペースを利用したできるだけその空間を圧迫しないようなレイアウトになってます。はい、ありがとうございます。あとはそうか、ここが下駄箱というか収納にも、はいですね、はい、なってるということですね。ここが下駄箱にもなって、はい、こちら下駄箱ですね。で、あとはちょっとせっかくなんでこの後ろのところも、はい、いいですか。はい、こちらがまず、水道設備ですけれども、はい、やはり歯磨きができればという思いで作っております。はいはい、で、水を出していただいても跳ね返りが少ないようにできるだけ深いもの。そう、これこの深さめちゃめちゃいいですよね、はい、手入れるとだってここまでいきますもん、かなり深い。はい、はい、とあとこちらがトイレルームになっておりますが、これだとどうしてもこう狭いんですね。はいはい、ただここをスライドさせることによってこのようにトイレルームに入っていくことができます。すごい、これ面白い。へえ、こうキャンピングカーって車ってこう走ってるとどうしても揺れたりとかするじゃないですか。はい、だからよくこうスライド式とか引き戸の扉をつけるのが大変だってお話も聞くんですけど、はい、面白いですね。ありがとうございます。うわあ、すげえ。とこちらがそう、いや、いいですよ。よろしいですか。はい、ごめんなさい。こちらがベッドの展開ですね。こうすることで 1m×1m90 の、ベッドスペースになります。しかもこれマットレスの厚みすごくないですか。はい、そうですね、これポケットコイルのマットレスを使用しておりますので、ご自宅のベッドと同じような寝心地を味わっていただくことができます。すごい。池本さん、横になっていただいてもいいですか。はい、ちょっとこちらもサイズ感合わせて。12分だよな、すごいわ。あと寝ながらテレビが見れる。すげえ、回転するんだ。そうですね、そっか、ダイネットの時と、はい、こうベッドの時と、はい、はあはあはあ、横になってご覧いただくことができます。面白い。これ外してここを閉めるだけ、はい、超簡単。あとこの下はい、圧迫感を出さないためにあまり棚っていうのを設けておりませんので、この下が丸々収納になっております。はい、すごいや。で、後ろが空いてるということは、はい、外からも当然アクセスはできるし、そうですね、室内からもこうやってアクセスもできるようになってる。はい、もうボストンバッグなんかをここにドンと入れといていただくといいかと思います。そうですよね。はい、はあ、はあはあ、これだけの収納スペースあればいいよな。ですね。あとはこっちのところにも収納が、はい、まあ、細かい収納になっておりますが、はいはい、があって、で後ろにはクールスターっていう冷房が、はい、クーラーがついてるんですね。これオプションで付けられるってことですか。はい、こちらオプションになっております。こちらかあとは家庭用のクーラー、あ、エアコンですね、はい、もう、まあ、どちらかお選びいただくことができます。ほうほうほう。例えばこういう、はい、冷房装備、クーラーをつけるときは、はい、バッテリーの増設とか強化もできるんですか。はい、もちろん一からうちで製作しておりますので、お客様のご要望に応じて、作っております。ですので、まあ、リチウムにしても、例えばこれ標準がツインバッテリーですけれども、トリプルバッテリーにしても、まあ、どのようにでも対応できます。しかも今つけていただきましたけど、結構ここまで風も来るし、はい、そうですね、ファンの能力は申し分ないかと思います。はいはいはい。で、まあ、なんていうんでしょう、もう室内がっつり夏場ずっと冷やしていきたいとかっていう方は家庭用エアコンっていう選択肢もあるし、はい、どうしても能力的には家庭用エアコンの方が勝るかなというところがあります。はいはい、なので、まあ、そのあたりは使い方とか、そうですね、皆さんの、スタイルに応じたチョイスができるのも一ついいところかな。はい、クールスターのいいところが、
家庭用エアコンだとどうしてもバンパーから少しはみ出てしまうというところがありますが、フルサの室外機ですと、バンパーからはみ出さないと、あと雪、はい、雪道をよく行かれる方で、家庭用エアコンだと塩害対策がどうしても必要になってまいりますが、クールスターは最初からそれがされているっていうところがメリットが。あ、そうなんですね、はい、わー、知らなかったわ、ありがとうございます。そしたら、あとごめんなさい、はい、せっかくなんで、はい、今シンクのところの下にも収納があるので、はい、ちょっと見せていただいてもいいですか、はい、こちらが引き出し式の収納になっております。になってて、はい、とこちらがシャッタースラッツも、あ、本当だ、収納ですね。でここの下に給排水のタンク入れたい、はい、今ちょっとタンクを取り外しておりますが、はいはい、できるってことですね、はい、あとせっかくこのベッドの下が収納になってるので、はい、後ろからもちょっと見てもいいですか。はい、お願いします、はい、お願いします。では続いてこちらが車両後部から見た映像になります。はい、夜間今ちょっと明るいので見にくいですけれども、はい、あ、本当だ、照明がついておりますので夜間外から取り出したりすることも便利になっております。であそこにも収納スペースがあって、そうですね、少しこちらの方にございます。はい、と長物はこのまま縦に突っ込んでいただくと1メーター90までは入れることができます。ですので釣り竿の収納なんかも便利かと思います。そうですね、はい、とあと上を見ていただきますと、はい、こちら、お、すごい、こちらライトもありますので、あ、へえ、面白い、夜間こちらで作業する場合も便利になります。なるほどなるほど、そっか。とあと後ろから見ていただいて、はい、窓がこのように埋められておりますので、あ、確かに、あの結構断熱を気に して作っております。あのどうしてもガラス窓って断熱性が低いので、そこをしっかりと断熱してあげることで、まあ、クールスターの効きだったりとか、なるほどな、はい、冬場の快適さっていうのを保つことができる。面白い。オプションでこのFRP で埋めてアクリル窓にすることもできます。ほう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 、ありがとうございます。あとこっちがトイレのところですね。はい、とこちらは基本、ポータブルトイレが標準でついてまいりますが、あ、標準ですか、はい、はい、こちらに、100V と 12V の電源持ってきておりますので、はい、ラップポンをつけることも可能です。なるほどなるほど。そしたら、まあ、あの快適性もまたそこで増すしということですね。そうですね、ありがとうございます。ということで、はいはいはい、こちらのアジサシ、はい、もうプロに贅沢にお話伺いまして、ありがとうございます。本当にこだわりの、ね、詰まった1台ということで、はい、シンクの位置とかベッドの位置とかも、はい、他になかなかないレイアウト。そうですね、やっぱり先代が作った時のコンセプトとして、夫婦2人でというのがあるんですけれども、うちがもともとアメ車の大きいものもかなり販売してるんですね。あ、そうですか、はい、でそこからのダウンサイジングというような意味合いで作った車でもありますので。なるほど、はい、面白い。なので、必要最小限のものを広々と作っていただいて付けさせていただいているというものになります。本当に2人でゆったりと、はい、ストレスなく使えるようにという工夫が、はい、見える一台だったと。ありがとうございます。もうこちらこそありがとうございます。ということでですね、はい、本日は、ホワイトトップの池本さんにこのアジサシをご紹介いただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで、もうこの一連の九州キャンピングカーショーの企画、はい、おそらくこれが最後の動画になると思います、はいはい、本当にありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございます。ということで、では最後、はい、カメラに向かって、はい、手を振って終わりになります、はい、よろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。